今日は最近オープンしたホテルのレセプションパーティーに行ってきたよ。1階はカフェでめちゃくちゃおしゃれ空間で美味しい食べ物がいっぱいありました。そして久しぶりに会った先輩と乾杯からのメインのホテルに潜入。なんと3000冊以上の本を読めて、実はここカプセルホテルなんです。こういう狭い空間で落ち着くよねって寝てるやんけ。渋谷の新スポットブックティーベッド、ぜひチェックしてみてね。